はい、こんにちは。僕は彦財務で、これは日本ウォッチでございます。今日はですね、タコベル、アメリカのレストランチェーンが、もう今度、日本に上陸する、いろんな国に、日本含めて日本に上陸する計画で、Facebook に聞いてみたら、これどういう意味かと、いろんななんかアドバイス聞いてみたから、これいいことなのか悪いことなのか、ちょっと聞いてみましょう。さあ、そのタコベルってもうそもそも何なのか、僕のニュージーランドとか存在しないし、オーストラリアにも存在しなかった気がして、日本でもまあ食べたことないけど、ただ一つ横須賀基地の中にあって、たまにそこに入れるアメリカ人がもう出てきて、たまになんか2時間で潰されたなんか冷たいタコス持ってきて、アメリカ人それ見るとわあタコベルで大騒ぎになっちゃうから、もうなんでこれすごいもんみたいと思うけど、食べたことないから、ちょっと友達たち、外人の友達たちに、これはどういう意味だろう、日本に上陸することなんて。簡単に言うと、まあ反応が2つありました。第一の反応は、やったー、もうこれ史上最高のことで、もう日本のやっとなんかアメリカの最高のレストランチェーンがもうやってきて、もう待ってられないとか、そういう喜んでる声がたくさん出てきても。では、後の種類の人は、2種類目の人は、これはちょっとね、良くないですよ。もうそれなぜ良くないかというと、大体いろんな意味があるんだけど、一つはこれ酒飲んだ後しかこれは美味しくないとかっていう観点と、あとなんか、すごく繰り返す、テーマが、もう日本の総量の人間から出る下痢の総量はまだもうこれで足りないのか、もうそれに加えて日本に上陸するのか、この下痢という体の動きに関するコメントがたくさん出てきました。ただ謎だったのが、第3種類目のコメントはあった、最高だけど下痢なるぞという、まあこれはどうなのか、ちょっと、痩せたい、美味しいもの食べて痩せたい人にはいいかもしれない。よくわかんないけど、とにかく、アメリカ人もこれ狂ってるように、これすごいことだって言ってて、具体的にいつ出るのか計画なってないけど、一応、まあ、イギリスとか、ポーランド、中国、インドとか、もうインド、下痢がし、もうそう、お腹が心配だったら、もうそこは大丈夫だろうと思うんだけど、とにかく海外には、もう今250店舗があることは今度1300に拡大するらして、やっぱ自分が一番知ってるのは、シューベスタ・ストローンの映画のデモリッション・マンって、確かになんか冷凍されて、その将来に解凍された場合には、レストランが全てタコベルになってたと。じゃあ将来全部のレストランタコベルになる。まあだったら、じゃあ味見してみたいなと思ってるんで、まあこれは日本出てきたら多分試しに行きたいと思うんで、日本に住む外人、まあ外人っていうか、主にアメリカ人によってこれは最高の、史上最高のことだって言ってるんで、ちょっとね、どういうものなのか、もう、チェックするの楽しみしてるんで、皆さんもね、日本上陸したらちょっと確認して楽しみしてください。今日、そのタコベルが日本に上陸するだけの話題で、ちょっとフォローがあったら、もちろんここで報告します。はい、じゃあ、ピー。